アメリー・ラコステはカナダ・モントリオール出身の女性元フィギュアスケート選手。日本ではラコステと表記される場合が多いが、ラコステの E にアクさんがついていないので、えとは発音しない。2012年カナダ選手権優勝。1993年にスケートを始めた。2003年に国内のノービスタイトル、2005年にジュニアタイトルを獲得した。 2006年のカナダ選手権でシニアデビューを果たした。2007年には短期間ながらもペアにも挑戦していた。2009年のカナダ選手権では初の銅メダルを獲得し、4大陸選手権の代表に初選出された。翌シーズンよりグランプリシリーズに参戦。2010から2011シーズン、スケートカナダで銅メダルを獲得。ジュニア時代も含めて、 初の国際大会でのメダルとなった。国内選手権では3位だったものの、世界選手権の代表に選出されていたミリアン・サムソンの怪我のため、繰り上がりで出場が決まり16位という成績を残した。2011から2012シーズン、カナダ選手権では初のタイトルを獲得した。世界選手権の代表権をかけた4、大陸選手権では、 シンシア・ファヌフを0.18点上回り、代表に内定した。2012から2013シーズン、カナダ選手権では、表彰台を逃し4位。4大陸選手権は9位だった。2013から2014シーズン、10月に、コロラドスプリングスに拠点を移し、コーチを、クリスティ・クラールに変更した。スケートカナダでは、SP、 FS ともにパーソナルベストを更新し5位に入った。2014年5月22日、競技生活からの引退を発表した。ありがとうございます。